皆さんこんにちは。Bレジェンド管理栄養士の布目です。今日は筋トレとビタミン B6 についてのお話をしたいと思います。よろしくお願いします。ビタミン B6 なんですけれども、タンパク質の代謝、アミノ酸代謝に必要な栄養素になります。ビタミン B6 はビタミンの一種になるんですけれども、水溶性のビタミンになります。ビタミン B 群に属する栄養素になります。体の中の主な役割としては、皮膚や神経を正常に保つ働きがあります。またビタミン B6 はタンパク質の代謝、アミノ酸代謝に必要な栄養素となっています。どのように働くかと言いますと、タンパク質というのは体内で酵素によって分解されて、最後アミノ酸になり、それぞれ吸収されていき、体の筋肉の一部になったりですとか、神経伝達物質になったりですとか、髪の毛や爪とか皮膚とか、いろんなものにタンパク質は材料となって使われるんですけれども、その使われるためには体内でアミノ酸に分解される必要があります。で、その分解される過程において酵素というものが働いて分解が行われるんですが、タンパク質の分解酵素として主なものがペプシンとトリプシンとペプチターゼというものがあります。で、これらの酵素が働くためにさらに必要な補酵素というものがあって、その補酵素として使われるのがビタミン B6 になります。ですので、タンパク質をたくさん摂る人というのは、このビタミン B6 の必要量というのも増えてきます。トレーニングされる方というのは、やはりプロテインなどを使ってタンパク質を多めに摂られる方が多いかと思います。そのタンパク質を多く摂る理由として、もちろん健康のためにというところもあるんですが、筋合成を促進したりですとか、リカバリーのために摂ったりという目的で摂られている方が多いんですが、そういった働きを期待するためにも、タンパク質がしっかりとアミノ酸に分解されないとその役割というのを果たすことができませんので、そのためにもビタミン B6 が必要になってきます。ですので、タンパク質だけをたくさん摂っても意味がなくて、ビタミン B6 もタンパク質量を増やすのであれば一緒に増やさないと効率よくタンパク質の吸収ができないというところにつながってきます。持久系の競技の選手も実はビタミン B6 というのが重要になってきます。マラソンレースの後はビタミン B6 が 1mg 損失する報告があります。ですので、そういった持久系の競技の方もビタミン B6 を十分に摂る必要があります。また、絶食をしたりですとか体重コントロールなどをするために、食事制限をされている方、そういった方たちの体の中でもアミノ酸代謝というのは更新されますので、そういった時にもビタミン B6 の必要量が高まります。ビタミン B6 の必要量なんですけれども、タンパク質 1g を摂取する際には 0.019mg のビタミン B6 が必要とされています。日本人の食事摂取基準のビタミン B6 の必要量も、こちらのタンパク質の摂取量の量というのが基準となって設定されています。 B レジェンドのプロテインにも、ビタミン B6 というのは入れさせてもらっています。ビタミン B6 の栄養素と表示基準値は 1.3mg。 日本人が摂っている平均的な摂取量、20歳以上の人たちの平均的な摂取量は 1.2mg。 そして耐用上限量なんですけれども、20歳以上ですと、性別や年齢によってちょっと違うんですけれども、45から 60mg というのが上限となっています。多く含まれている食材はお肉やお魚になります。それ以外ですと、ニンニクに多く含まれていたり、あとは玄米にも多く含まれています。マグロの赤身ですと5切れでだいたい 65g ですね。このうちにビタミン B6 は 0.49mg、 カツオの刺身5切れだいたい 100g で 0.76mg のビタミン B6、 鶏のささみ 80g の中に約 0.5mg、 ニンニク4かけですね、これでだいたい 32g ですが、この中に 0.49mg、 玄米一膳 150g の中に 0.32mg 入っています。過剰摂取した場合には神経障害などというのが起こってくる可能性があります。こちらの過剰摂取というのは、長期的に多く摂った場合ですとか、すごく多くの量を一気に食べた場合ですね、そういった時にこういった症状
が起こる可能性があります。不足した場合なんですけれども、欠乏症というのはなりづらい栄養素ではあるんですが、皮膚炎ですとか口角炎、神経症、そして貧血などが起こる場合があります。ビタミン B6 の食べ方のポイントなんですけれども、ビタミン B6 はですね、光や熱などに弱いです。また水溶性のビタミンですので、長時間加熱したりとか水で煮たりとかすると流れ出てしまいますので、生の状態で、そして新鮮な状態ですね、そういった状態を取るのが効率よく吸収できます。ですのでお刺身の状態で取るのも効率がいいかと思います。またビタミン B6 はですね、動物性の食品から取れるものと植物性の食品から取れるものとあるんですけれども、動物性の食品から取った方が効率よく体内で使われることも分かっておりますので、意識をしてみてください。あとはニンニクにも多く含まれるというお話をしたんですけれども、調味料として使うガーリックパウダーでもビタミン B6 を摂取することができますので、ぜひ何かにトッピングとして振りかけて使っていただくのもいいかと思います。それでは今日は筋トレとビタミン B6 についてのお話をしました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。